朝刊チェック、一月二十三日配信分です。五秒前、四、三。おはようございます。時刻は七時二分でございます。あれ、時計が今、ん?。あ、八時二分ですね。 失礼いたしました、えー。手元の時計が1時間ずれておりました。こちら正しい時間でございます。8時2分でございます。1月23日火曜日の朝刊チェック。今日のテーマは謝罪でございます。まずもって、えー、時間が間違っていたということをお詫び申し上げます。日本全国いいろろろんんななところでいろんな人が 謝罪をしておりますが一体誰に向かって何の謝罪なのでありましょうかまずは私からも本日謝罪を申し上げます誠に申し訳ございません、えー、私つい先日自分が引率をいたしまして伊賀市にツアーで行ってまいりました日帰りバスツアーでありました お客様の忘れ物がないようにと、最後、バスの中をチェックしたのでありますけれども、私自身がダウンジャケットを棚に忘れてしまいまして、昨日 IAC トラベルの今宏さんに取りに行ってもらいましした誠に申し訳ございませんでした。 今広さんにおかれましては大変お忙しい中わざわざジャケットをバス会社に取りに行っていただきましてそしてアンテリジャンまで持ってきてくださいました誠に申し訳ございませんでしたそしてその IAC トラベルで主催をしていただいております茨城県へのツアー47都道府県中魅力度最下位という日立の国でありますけれどもきっと楽しいところがあるはずであると。 不思議発見のツアーに行きましょうと呼びかけましたところ、まだ最小最高人数に達していないということにつきまして、IAC トラベルに大変ご迷惑をおかけしています。えー、現地参加という方もお一人いらっしゃいまして、ありがとうございます。誠にありがとうございます。えー、関東地方の方、わざわざ関西まで来ていただきゃなくてもですね、えー、参加していただけるようになっております。3月2日から4日までの3日間。 お一方、お申し込みをいただいたということでありますが、まだまだ最少、最高人数に達していないという、この現実を深くお詫び申し上げる次第でございます。えー、さらにもう一つ 本日もマイティーワインの提供でお送りをしてまいりますスロバキアワインとってもおいしいワインなんですが、えー、会長からいただきました関西フィルハーモニー管弦楽団の2月6日に行われます泉ホールでのバレンタインコンサートおこもさんと行くですねクラシック音楽デートということであのたったお二人しかご応募がないというふうに申し上げました。あのその後 あそんなに倍率低いんやったら私も行こうかなというので何人かの方にご応募頂戴しております1月31日を締め切りというふうに言っておりましたが考えてみますとそんなところで2月に入ってからあなた当選ですと予定を決められてもそこから先時間があまりないこっちはこ,こっちは行くことにしてるからいいんですけど当たった方が予定をいつまでも決められない 応募してるから2月2日予定入れられないというそういう現実を改めて考えまして本日1月23日をもって、えー、急遽締め切りとさせていただくことにいたしました、えー、今は、まあ、まだ4人5人,5人でした昨日の2人よりは増えましたけれどもすいません、えー、まだまだ少ういの4人5人5人でした昨日の2人よりは増えましたけれどもすいませんまだまだのございますけれども、えー、急遽あの本日に 締め切りを変更させていただいたということにつきましても私の独断でございます深く深くお詫び申し上げる次第でございますそして今日も本題に入るまで時間がかかっていることを改めましてお詫び申し上げつつ本日も長官チェックをスタートさせていただきますどうも誠に申し訳。 ございません <music> 来てよし、見てよし、こうてよしようこそ天神橋筋商店街天六天小森スタジオへ小森さん、小森康則でございます 今日もおはようございます。そしてどうもすみません。何がすみませんかよく分かりません。誰に向かって何を謝っているのかよく分からなかったりもいたしますが、謝らないというのが、昨日も配信いたしました、松本人志さんでございますね。週刊文春の直撃法3段受けました、えー。そして昨日になりまして、提訴ということになりましたですね。文藝春秋、自信を持って取材をしております。 訴訟に怯えず、えー、報じるべきことはこれからも報じていきますと全面対決ということになりましたまあそれも一つの生き方やり方ではございます何でもかんでも頭下げりゃええってもんでもございません、えー、当スタジオにも何度も来ていただいております親しくさせていただいています元吉本興業のまさに吉本興業の謝罪 マスター竹中功さんという方がいらっしゃいましてまあ吉本興業も今と昔では名前は一緒でも会社の在り方は違うんですけど横山のやっさんであったりとかああ信介さんの時もそうでしたかねいろんな謝罪会見を裏方で仕切っていた人でございます謝罪というのはゴールではなくそこが始まりなのであるとでまあいくつくものこのえー 原理原則というかそういうことを実地で体験したことを含めてあのお話になってまして本もたくさん出してはるんですけど「あの謝罪力」という本がございましてねでその帯のところになぜこじれるなぜ炎上するあなたならどうするあなたにもできるという、まあ、ところの下に こんな言葉がございましたカタカナで「いあり」ああの船の怒りではなくって、えー「怒りの怒り」でもございませんで、はい、怒るということですね。ええー、もう頭からもう,、はい、もう湯気出るように怒っている相手、まあ、そういう人に謝罪をしていくわけですがやり方次第で「やり方次第で怒りは」 くるっと変えますと、はい、怒り理解あらあららら、カナで書きますと、怒りは理解に変わる。なるほどね。ああ、うん、そうなったらいいですよね。ええ、四角い二角が丸く収めますせという番組もなくなってしまったこの。 今ですね、ええまあ、怒りを理解に変えられたらいいのになあというふうに思うんですけどもさあそんな中、まあ、今日は、まあ、朝日新聞を見ますと自民党派閥解散明記せずという、まあ、こういう見出しで政治とカネの問題についての続報なんですけどもそれよりも先に新聞は書かない現段階では まあ、あのまっちゃんのことは朝日新聞は第2社会面の右肩のところで、まあ、そこそこ4段取りまして書いております芸能ネタとして考えるとあの第3社会面で写真もなくっていうことが多い中でですね結構大きな見出しになってるんですが、えー、こちらはさすがに取り上げておりませんでした。 ヒカキンさんというユーチューバーがいらっしゃいます。私の何万倍人気者でしょうか。あまあもう人気者で言うと何万ではすまんかもしれません。はい。誠に申し訳ございません。ヒカキンさん。私、ヒカキンさんと例えてしまったことをここに深くお詫び申し上げます。えー、そのヒカキンさんが昨日、あのー、 動画を上げてあの何ですかねあのもうトーンも当然が画面のトーンも暗いですし喋るトーンも、あのー、落ち着いてというより暗いですねええー、で何を謝ってはんのかなって思ったんですがこちらも文春法でございます。 文春オンラインで報じられた女性問題について動画で謝罪したというんですねどんな謝罪なのでありましょうかちょっと聞いてくださいまず直立不動で深々と頭を12345はいです下げました本日週刊誌で僕が2015年から3年間 お付き合いをしていた女性に関する報道がありました記事の内容については事実も含まれておりましたすでにネットで見た方もいらっしゃると思います当時お付き合いをしていた女性との間に起こってしまったすれ違いやトラブルが記事の内容でした週刊誌の方とも会話し質問に回答させていただきました回答の内容につきましては記事に掲載された通りです まずはじめに A 子さん当時の僕の至らない振る舞いで傷つけてしまい本当に申し訳ございませんでしたありがとうございましたもう深く、えー、180度頭が下がってますね170度かな A 子さんとの交際が始まった2015年当時はこれまでの活動を振り返った中でも特に忙しく体力的にも精神的にも 大変な時期だったんですがそのような中栄子さんは僕を支え続けてくれその時期を乗り越えることができたので今でも栄子さんにはとても感謝しています今回の件について栄子さんには非がなく僕の落ち度でしかありませんので栄子さんや週刊誌への誹謗中傷はお控えいただきたいと思いますそしてお仕事の関係各所の皆様 いつも応援してくださってるファンの皆様におかれましても今回の報道についてご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした取材でも回答させていただいた通り約4年間 A 子さんとはお会いしておりませんですので先日結婚を発表した妻とは 交際期間がかぶっていないということをここで申し上げさせてください結婚早々に当時の僕の至らない行いのせいでこういった件に妻を巻き込んでしまったことを謝罪し許してもらいました妻にまで迷惑をかけてしまい情けない気持ちでいっぱいですこの件に関して誠心誠意向き合っていきたいと思います改めましてこの度は お騒がせして申し訳ございませんでしたまだ頭下げてます最後頭上げたところではい動画が終わりました2分余りですね3分近い謝罪動画でございましたどう思われますでしょうかいやというか多分これだけでは 何のことかまあようわからんちゃわからんですよね。えー、えー、だ、だと思います。なんですけど、まあまあ、しゃあないですよね、これね。えっ、ー、と、前付き合っていて、でももうあのコロナになった後ほとんどお会っていなかった女性が、 あのヒカキンさんが結婚しはったというのを聞いて、え私また付き合ってたと思ってんのにって言ってまあ、えー、週刊誌に持って行きはったということですね。別にまああのその女の人のことをどうこうあのその人をあの誹謗するつもりは私には全然ないんですけど、まああの人それぞれだと思います。あの初恋の人とようやく結ばれてもう本当に 一夫一夫性をしっかり守って生きていらっしゃる方、あのー、スーパーで出会った隣の奥さん綺麗やなとかあそんなふうなことも思ったことのない方はそれはそれでそういう生き方をされているでしょうし、えー、スナックで若いお姉ちゃんいた時にあらっともうもう心動いたことのある方もいらっしゃるでしょうし、まあ、そういうことがあった人もいてはるでしょうしいろいろだと思うんですけど。 まあまあ、要は、<laughs> あのまあ、これは、まあ、まっちゃんの話と一緒ではないけど、えー、文集が取り上げてるからやと、文集オンラインが出したからやということで、まあ、とりあえず出てきてはるんですよね。<laughs> まあまあ、あの私も、あのー、松井か編集長に 小さんなんで誰にあ何,何のために謝ったんですかってまあ言われましたけどまあまあ要は謝,謝らんと収拾つかん状況っていうのはまあありまして <laughs> ありましたはいだから誰にどうのではなくても、まあ、まあまあまあこんなん言うとまた誤解されますけどまあ下げるは頭下げといて済む話っていうのもまあ世の中にあったりはするわけですね結果論ですけど結果論ですけど。結果論ですけど 謝る気がないのにさびけてるということではなくってもうそ,うあそういうことをせな,せなしゃあないことをね、えー、でまあヒカキンさん、えー、と何人、えー、1200万人以上の。 ああののチャンネル登録者でですすって <laughs> 何の盾ですかあれ <laughs> 僕今10万人を目指してて10万人になったらあとあと,あと5万人弱ですが倍,倍まだいりますけど銀の盾がもらえるというので楽しみに今ずっと毎日配信してるんですが1200何十万人もあのいると何の,何の盾がもらえるのかよく分かんないですけどもそういうすごい人が、まあ、昔付き合ってた人から「 私またたた付き合っっってててるとと思ってたんですけどって言われたと、まあ、しかしまあそれはさ別れ方もあのきっちり離婚届みたいにしてで出すそういう親いやちゃんとお互い納得してっていうことは <laughs> まあまあそれも難しいですけどねあのその同意を求めるっていうことも,もう難しいですし別れの同意をお互いが。 何の腐れもなくてっていうのはまあなかなか難しいというかまあ逆に男の方がめめしくあのえ思っててえ女の人はもうね翌朝明けたらもう全然違う世界が広がってんのよとも言われたりするのでそこは分かんないんですけどヒカキンさんそういう人が出てきたからと言ってまあ頭をもうもうその段階で下げはったわけですよ。 誰に対してて下げてんのか分かんないんですけどねいやだからお騒がせして申し訳ありませんっていうだからさ自分が騒いで申し訳ないって言うんやったらマンションでねあの明け方毎晩もなんか知らんけどなんか夜中にガン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 音出して規制、ええ、を上げてるっていうお騒がせをしたならば。 そりゃその人が頭下げたらいいと思うんですけど騒いでんのは周りなんであの相手の人と週刊誌と周りなんであのそれをお騒がせして申し訳ございませんでしたって言うべきなのかっていうのはまあべきなのかはありますけどねうん。でいやまあまあお,お二人の間に何があった であろうが僕は別に全く関心ありませんしそ,そこからまあ乗り換えはってなのか何人もの人とお付き合いしてはったのかそれもどう,もどうぞあのご自由にですしなんですけどまあ、まあ、こ,うのこのタイミングで結婚のタイミングでこの話で出てきましたと。でまああのー 事実と事実でないことはあるんでしょうが基本、その記事の根幹となる部分ですねお付き合いしていましたでその人があの納得してませんということについてはもうヒカキンさんはすぐに認めたわけですよね。でおそらくままあまあ、まあ 人の噂もですわ、もうそのもん75日もみんな覚えてないですよ、覚えてるけど、一生、一生、一生、バッテンは背中につけられてるんですけど、入れ墨として入れられちゃって、デジタルタツーとして入れられちゃってるんですけど、まあでも別に多分何もないまま、えー、3日もすりゃ、1週間もすりゃ、3ヶ月もすりゃ、みんなま忘れて、えー、何でしたっけ、ハロ、えー、ハロー YouTube でしたっけね、えー、言うて。 ハローチューリヒーあ。あれはコマーシャル私やってますけどもね、未だにね。はい。はハローチューチューブ。まあ、やまあ、多分やりはると思いますよ、それは。まあ、まあ、子供も見るもんですけど、もう、それ見たかん、もうそんなもん、まあかん。そ,そのヒカキンの YouTube なんか見たらもう、あのもう不貞行為を働いてしまうから、もう見たかんって。全国 PTA 協議会からも別に、えー あの見たあかん番組の指定も別に受けないでしょう、多分ね。うんね。うん、そんなもん、まあ、そんなん言うたら、皆さんの周りでも、はい、あなたも、あなたも、あなたの周りにも、はい、あなたの親戚にもある,ある話でしょきっとね。でも、まあ、まずここであ頭下げはったわけですよね。で、まあ、結果的に、それは、まあ、人が生きるということは、 えー、経済的な問題とかだけじゃないですからね、えー、でも多分ヒカキンさんは、まあ、いろんな意味でのダメージは少なくてまあ済んでるっていうことですね、うん、誰に向かって謝ってまあもちろん英子さんに向かってっていうことなんですけどまあそれも <laughs> 別にみんなに見える見える形で謝らんでもええのになとは思いますわねでもまあまああ結果として まあ,ある意味 YouTube の見事な使い方ですよね。さすが YouTuber。YouTube をうまく使って、この問題をできるだけ早く忘れてもらうための、えー、何ですかね。えー、よかったね。早めのパブロンみたいな。はい、あのくしゃみ3回、ルル3乗みたいな感じで、あの高熱が出る前に。 病院にお世話にならなくても近所の薬屋さんで買ってきた市販薬で熱下がりましたわっていうことにおそらくなっていくんでしょうねこれねうんという生き方誤り方これがまず一つですわうんでまあまあ堀エモ門なんかはえっ、ー、と くそめんどくさいメンヘラ女やんこれヒカキンも気の毒だ」って言ってまあまあ書いてましてあのまあメンタルのことはあんまりこういろいろとねあの分からへんこともありますしまあみんなそういう目を持ってるとも言えますしあの本当に苦しんでる人たちのことを考えるとこれをまあメンヘラ女というような書き方をするとまあまあ彼はそのことを分かった上であの弾を打ってるんでしょうけどうーんあのー お付き合いする人によってはですねまあそらいろいろですわなそれはねそれはまあそうだと思いますわうんうんねえもうなんかだんだん年取ってくるタイミングで <laughs> よかったですねもうまだまだもうそういうことが燃えたぎってる年代やったら今この世の中もうねえ本当に。 いや小野さんも,もう落ち着いてきてますんで、まああの <laughs> ね、まあまあまあ叩けばねで誇りは出ますけれどもうんまあまあ,あのそこでね、まあ、僕がまあ絶対せんとこうと思ってるのは自分もあの誇りの出る体なんで。 えー、自分のことを棚に上げて、なんか正義の刀を振り回すっていうのは僕はせんとこうと思ってます、それはだって自分のとこ来たら嫌ですし、自分もしてましたから、だからまあそ,れはそれはしない、うん、だからあの自分が不倫してたのに人の不倫をガーンというような女子アナとかいっぱいいるじゃないですか、えー、誰のこととは言いませんけどもあの、そういうのは僕は嫌いです。はい、えーし 取るでっちゅう話ですからね、それはねあ。それはまあそうなんですけど。で、えー、まあ、まあそら、その話はその話です。まあ、ヒカキンのことは、まあ、もっと後ろでもよかったんですけど、あの、朝日新聞を買ってても、考えてみたら絶対、まあ、こんな話を朝日新聞が今日の段階で出すとは思えないので、まずご紹介いたしました。おそらく、善良なる朝刊チェックをご覧の皆さんは、 <laughs> ど,ど,ど,うええ、どうでもええやんと、小 <laughs> モさん、早く次の話行ってって思われてる人がほとんどなんだと思いますけれども、まあまあ、一部、うん、やっぱ影響力のある人なんでね、はい、よかったらこんな話でも高評価いただけますか、現在166いいねでございます、ありがとうございます。で、えー、この人も謝りました、時刻は8時24分です。 あ26分です、26分。はい、えー、ちょうどね、ちょうどあのこの時計が1時間遅れてましてね、<laughs> これに1足したらいいんですね、はい1時間ちょうど遅れてるんで、あとでまた電波時計、電波ちゃんと入れますわ。えーと 岸田さんでございます、はい、あの自民党派閥解散明記せずというのが、まあ、今日の、うん、一,一面の見出しですけれど昨日も政治刷新本部の会に出ましてでそこには麻生さんもそれから菅さんも出てたと思うんですけどね、えー、派閥を勝手に解散すると言いました。まあ、昨日あの岸田派の 重鎮の人が言ってはりましたけど、まあ、苦しい言い訳でしたけどねあの派閥を離れて会長でもない人が岸田を解散するって一体どういうことやって言われるかもしれませんがって言ってまあ言ってはりましたけど <laughs> まあ本来はおかしな話ですわねえで麻生さんに「俺に何の相談もなしに」って言ってまあそんなん言われるのは分かってたんでしょうけど。 決めましたと「でいやおたクはおたクでどうぞやってください」って言いながら「主け」みたいなねことになってもう大喧嘩バチバチしてんのかと思いきやおとといの晩にホテルウォークラーのー山里でしたっけという日本料理屋へ行きましたと、まあ、少なくともそこで飯食おうかという話になっている段階で、まあ、手打ちだということですよね。 なんぼ表面的にあるいは、まあ、あの心の底から怒ってたとしてもそこで時間お互いに合わせて晩ご飯食べてで日本酒を飲んだらしいですまああの岸田さん日本酒好きなんで日本酒を飲みはったんだそうですけどね,ねで結局それはまあテレビ朝日が言ってたんかなえっ、ー、と げた振り上げた拳をうまく下ろしてもらうための食事会だったというんですよ。はいえー、あ後藤健二さんが言う発端かそれを、えー、とテレ朝が報じてるんですけどね。えー、岸田総理は岸田派の解散を18日発表しました麻生副総裁に事前に報告をしていませんでした。えー、で21日おとといの晩。 岸田さんと麻生さんが会食をいたしました、日本酒を飲みながらと、えー、岸田総理が好きな日本酒を飲みながら、まあまあまあって言って、ねうん、うまいね、ええええへへ、どこの酒だ、伊賀の酒か、おお、うまいね、ええ、コさんが買ってきた7本のうちの1本か、おう、いいね。 えー、岸田総理が連絡しないで派閥解散したことに関して麻生副総裁にお詫びをしたそうです、後藤さん、これはもう怖いですね、えー、田崎さんも聴診器当てて電話聞いてるみたいですし、後藤さんもこっそり山里へ入って、板、えー、前の格好をして、白い割烹着着て、ねえね、えあの聞き耳立ててたんですかね。で すいませんでしたと、派閥解散、まあどういう言葉を言ったのかまではからないですが、岸田総理は麻生副総裁にお詫びをしたそうです。それに対して麻生副総裁は、しょうがない。という雰囲気だったそうです。<laughs> 雰囲気。いや、まあまあわかります、だから、あのそ怒り心頭であろうが、そら、ねっ。 誘われてでまあまあ大丈夫です麻生さんここは私の内閣官房機密費で払っときますからあまあまあまあ <laughs> そうか、うん、ちらっと伝票見たら1人万4万5000円プラスサービス税、えー、みたいなことかもしれませんけどさし知りませんがうん。 しょうううがないといと雰囲気だだったんだそうですこんなんが漏れてくるっちゅうのはね雰囲気ですって、えー、いやもうそれはもう分かりますよもう大手てるということはいくら怒っててもほんまに怒ってる人は会いませんからほんまに怒ってる人はなんぼ言われてもその人には会いませんってそんなもんねえー、<laughs> えそれはもうででえんで勝手に決めたんだと 麻生副総裁が怒っているのかと思ったのですがそういう雰囲気ではなかったという日本酒いっぱいでこの分やったらこんなこんな楽な先輩おりませんわな河野 <laughs> <laughs> さんいろいろとご迷惑かけしました <laughs> ほんまにもうあの腹立ってもう言って反のも YouTube でも言われてもほんまにかなんですがもうあのまあ一言言うて <laughs> 酒でもって言うたらこれ ねえそれであ「まあまあいいよ」って言って <laughs> あの今週もね今日からまたあの毎晩飲むんですよこれからまたしばらくちょっと続きましてですねあの今日は今日はもうあのうちの会社の,あの OB ですね、えー、も,うも,うもう10年以上前に辞めた えー、カメラマンと、はい、でディレクター、プロデューサー別々のタイミングでやめてるんですけど仕事はつな,のつながってやってもらったりしてましていや去年年末あのね、うん、挨拶も来てもらったけどご飯も食べられへんかったからちょっと飲みに行こうやで、まあ、今日飲みに行きます。はい、なので、まあ、そうやって 会社をね、えー、うちの会社を辞めた人ですけど、まあ、僕から声かけて調整してねって言って飲むっていうことはお互いいろいろ多分思うところはそれぞれにあったんでしょうけど、えー、仕事もその後もの続けていますし、えー、飲みに行こうかいやも,ちろんもちろん私がごごそうしますけれどもあのそれをそうするっていうまあ関係があるっていうことですから麻生さんも岸田さんと。 飲飲んだっていうことは飲むってていういうううここことととははむそですよほ、ねはいえー、他にも、あのー、あそこの放送局の人ともあそこの放送局の人別の放送局の人ともまた縁石があったりとかしますんで、まあ、まあ中身は話の中身は多分何も言えないと思いますけれど飲むっていうのはそういうことですよね一緒にご飯食べるっていうはそういうことですからうんえー、岸田総理 麻生さんがそのような反応をするのを予想していたのではないかともともともと高知会の人でしたと麻生さんもだから同門意識というのが二人の間にはあるそうで <laughs> うなるほどねどうですかそれはなんか、まあ、最近死んで試験さを受ける人は少なくなって 困っていいるみたいなんですがあの未経験 OK とか身長とかの要件なくして門戸を広げるみたいなことを相撲協会がしてるみたいなんですけど、まあ、そういう問題でもないと思うんですがあの部屋は違ってもね高佐護一門とかうんどうですかねえー、岸田総理は派閥の解散を表明した時点で麻生副総裁であれば許してくれるのだろうと考えていたのではと。 もう,もうこうなってくると、もうなんか政治の記事って、と思う <laughs> という雰囲気だと聞いたような気がするみたいな、もう、<laughs> もうあのほんまに皆さん、ニュース信じたらだですよ、こんなん <laughs>。もう全くの憶測じゃないですか。そそもそも本当に 怒っていたら、この会食自体が成立しないんじゃないかと、後藤さん。そんなこと僕でも言えますわ、後藤さん。僕でも言えますわ。あったということ自体が麻生副総裁が岸田総理を許していることの表れだと、はい。そんなことぐらい取材経験のない私も、えー、全く、全く言えることでございます。あもう、ねえ、どうなんですかね。えー、で、 8時35分あのー、これはねちょっとこの謝罪は謝罪として、えー、私は許しておりませんはい萩生田さんでございます、えー、安倍派5人衆の一人でございましてでこの人が、まあ、八王子の市長選挙で自民党の候補を応援しておりましたとでまあ結果投票率が7ポイント上がって 投票する人が増えたんですけども野党系は結局敗れてしまいました自民党系の人が勝ちましたでただあのー、これは別の番組での分析だったんですけどあのー、惜しかったというか何というか野党もっと頑張れっていう共同通信の人が言ってたのかなプライムニュースかな昨日のうんえー、と 自民党系の与党系の人が勝って6万何千票やったんですよね、確かね。であの、2位が5万万票だったと思うんですけど、本来、八王子のあたり、創価学会の強いところで、まあまあ、統一教会の、ね、あることもあるんですけど、その創価学会票の持ってるところからすると、だいぶ少ないと。 投票率上がってるんでやっぱり選挙行かかなあかんと思って行ってていた人は増えている。一方そうなってるにもかかわらず創価学会の持ってる票でいうと今回自民党系の人が取った得票は少なくなってるんでえー、その学会のまあ女性、うん、会員なのかどうかわかんないですけどそういう人がやっぱり萩生田さんに怒ってるっていうのはどうもやっぱあったみたいですね。 えというまあ分析をししてはりましたやはりその自民党が応援している萩生田が応援しているっていう候補でいいのかということは、まあ、結果としては結果としてはまあ野党の系の人が何人も分かれてましたんでその票をまとめたら自民党よりはあの今回当選した候補よりは勝つんですけどしかしまあまあ結果としては負けた。はい、あでその。 その候補と萩生田さんの関係、萩生田さんが応援に立つのかどうなのか、国政の政治と金の問題と地方自治の中での市長選挙は違うじゃないか、い,いろんな論点はあろうとは思うんですけど、選挙終わって、勝ったところで、もう予定通りなんでしょうが、萩生田さんが2千何百万円のキックバック、不記載ありましたということを、機能を認めてるんですよ。 結果が出てから、結果が出てからですよ。ね。これ、これ、まあ、じあの事実しか報じない、えー、ヘタレメディアはそれでいいのかもしれませんが、まあ、そんなものはもう共同通信、時事実通信に任しときゃいいので、朝日新聞も毎日新聞も、事実のその奥にあるところは何なのかっていうことをちゃんと、あのー、 理解してで、その本質的なところを伝えるために僕はお金を出してるんですけど、えー、テレビ局にはお金は払ってませんけど、それを期待して見ているんですが、萩生田さんが謝りましたと、昨日二22日、萩生田、えー、元政調会長が記者会見を行い、自身の政治資金の不記載について、えー、公表し、謝罪しました。 いやそれはそうなんですけどね21日に選挙があってそこに影響を与えるようなことまあ選挙に影響を与えることとまあそんなん言うたらね京都の市長選挙にこの間だ嘘のパーティーやって金集めてで維新からも推薦取り消された候補出てるわけでしょ。それそれ言ったらのの候補の 不利になるからって言って言えへんかったら知らん人分からへんじゃないですかそんなことやって推薦取り消されたやつですよという枕言葉はつきますやんかね安倍派の安倍派の裏金のことで事情聴取をされてで裏金があることがまあもう報道レベルで分かっている萩生田さんが旗振って応援している候補ですよと言ったけないとあかんじゃないですか。 でそれ言わないわけですね、まあ、選挙に影響を与えるからで。ほんで、選挙で勝ったら勝った翌日にどうも、どうもすみませんでしたって言ったら謝っとるんですよ。こん,こんなんね、もうさまあ、それこそ,そ、婚姻届出してから、すみません、えー、隠し子が100人おりまして、今も九99またやってるんですけど。 いや、もう、あの、反抗して、もう婚姻届け出しましたよねって言ってるようなもんで、反抗する前に、提出する前に言ってくれよって話ですよね。まあ、一応謝っております。萩生田さんです。まず冒頭、萩生田より政治資金に関する説明をさせていただいた後、質問を賜りたいと考えています。まず立ちました。したそれでは萩生田衆議院議員、よろしくお願い,いします。はい 皆さん、お忙しい時間にありがとうございます。はじめに今回の清和政策研究会の政治資金パーティーに関する政治資金の取り扱いについて、会の幹部の一人として、国民の皆様に多大な政治不信を招いてしまったこと、心からお詫びを申し上げたいと思います。 えー、先週末の1月19日に非課正和券の会計責任者と所属議員2名が起訴された旨の発表があり私自身については刑事立件が見送られたと報道により承知をしておりますこの間捜査当局に協力をする過程で目処がつくまで詳細な説明は控えてほしいとの要請があったことや<ー>また昨日まで地元で首長選挙がございました関係で ご説明が遅くなったことを重ねてお詫びを申し上げたいと思います首長選挙があったことでなんで遅くなるんですかで<あ>隠しておきたかっただけでしょ平成後にご説明を行う予定でおりましたが政和権の側のですね平成にまだ時間がかかるようなので先に本日このような説明の場を作らせていただきました以後座って説明をさせていただきたいと思いますっていうのでね要は後出しじゃんけんですよまあそれはもうはいいいですかいいんじゃんほい グーってて出してるなもんですよ、ね、でそんなことなのに本来清和県の方でやるのが時間がかかるから私は先にやりました私は先にやってるんですと、まあ、言うわけですよね。<laughs> 後出しじゃんけんを先出しじゃんけんだと言い切ってるっていうねまあひどいひどいやつですね萩生。 いやいや、まあまあこんな人だと思ってましたけどもね、もう完全なる後出しじゃんけんですわ。結局、統一教会との関係についてもそうですし、この人もきっと木原さんらと同じで、頭いい人なんだとは思いますが、その頭の良さを世のため、人のために使ってるんじゃなくて、ずるい方向に使っている人で、 鶴瓶さんが言うようにうまいもんはうまいんですけれどずるい人はずるい、ずるい人はずるいっていうことを多分、これはまあ三つ子の魂100までではないですけれど多分、政治家としての三つ子の魂が生まれたところからですねずるい人はずるい人のままなんでしょうね。ペペペペラ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 ,ペラ,ペラというますよ順を追って説明をさせていただきます。 まずはじめに、えー、この間の報道等でまあまあはいあのご興味ございましたら見てくださいませむかつくわというあのお話でございましたこれが五人衆の一人の萩生田さんです、えー、そしてこちらはね、えー、謝罪ではないんですけれども、えー、昨日、えー、小物会の大物としてですね皆さんに ご紹介をいたしました。セコーさんでございます。セコイなーっていうね、えー、お話でございましたが、あの、古田セコイアチョコレートの古田会長にはこの間お会いいたしましてね、お元気でね、えー、私の講演を聞きに来てくださいました。ありがとうございます。あの古田さん、一回ちょっと会社に行かせていただきます、えー。そのセコイアではなくて、セコイセ,セコーさんでございますが、あのー、 政治資金収支報告書はきっちりと秘書と打ち合わせをしてしっかり精査して出しているんですということを言っていたにもかかわらずこの間の会見では秘書が勝手にやりましたとどうもすいませんでしたというそういう謝り方をしておりました。世耕さんの2020年1月17日地球上からツイートされました「場所アースと書いてございます。 零時十五分深夜でございます。こんなツイートを見つけました、小野さん。本当にいやらしいですね。A、こちらでございます。世久弘重さん、二千十年一月十七日の投稿でございます。一円単位の公開は透明性をさらに高めると思います。 私の事務所は初当選以来、1円単位できちんと記帳していますので、事務量が増えることもありません、はい。はい、こうでございますね。 初当選以来1円単位できちんと記帳をしてはるそうですそして政治資金収支報告書を出すときには秘書から一つ一つ丁寧に説明を受けてその納得した上で出してるって言ってはりましたその人がこの間の会見でいやあうちの秘書が勝手にやりましてって言って言ってました あのいやセコイという言葉はここでは、まあ、多分セコイという日本語には合わないのでしょうけれどもですね、えー、いやまあこの人が、まあ、まあ近畿大学のことはまあまあ近畿大学の中でやっていただければいいんですけど、まあ、労働組合はかなり厳しいことを言ってますけどね、えー、あの国政に関わることで和歌山県民でない我々ですけれど やっぱ関係してきますんで、二階さんとの関係も含めて。うん。どう、<laughs> あこ,のこ,んなこんなことで平気で嘘を、180度違う嘘をつく人が、ええー、あのー、決めていってるんですか。すみませんが、あのいいかりを逆転すると、理かイになるんですが、理かイを反対にすると、いいかりになりますね。えー、えー。 怒りを360度回しますと怒りになりますね。怒りになりますね。はい。<laughs> うん、怖いね、こういう話でねあの、古いのがそのまま残ってたらね、切り取りやとかなんとか言えませんからね、長い番組の中残のるの30秒だけの VTR っていうのは、まあ、それは当然そこに前後があるんでしょうけど、これはもう <laughs>、本人が、本人がツイートしてあるんですが、これも秘書が勝手にやりったんですかね。 ということは何もできへん人っていうことですよね。<laughs> 何もできへん人っていうことですよね。聖光さん。<laughs> あ,あなた何もできへん人ですか。という、まあ、皮肉の一つも、we are taxpayer でございますので、納税者ですので、そのぐらいの嫌味の一つや二つや二つ半ぐらいは言わせていただいてもいいのかなと思いますね。謝ってください。謝っていただけますでしょうか。はい。 時刻は八時四十八分です、えー。さて、もうお一人昨日大いなる謝罪をした人がおります。それが谷川先輩でございます。先輩でもないですが、えー、人生の先輩でございますね。はい。えっ、ー、とー、頭悪いねと言って 人ですなのであの、スポニチとかそういう,うスポーツ新聞にもこの人の会見の様子が出ています。はい。えっ、ー、と、どれだ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 、うんと、ちょっと探しますね。えー、と、うん、どれだ、どれだ。 ちちちょっっっっとらにしますね、えー、ここかかあた自民党安倍派の政治資金パーティーをめぐる事件で政治資金規正法違反の罪で略式起訴されました谷川弥一衆議院議員大村氏で会見をしました長崎県です議員辞職する意向を表明をしております4000万円を超えるキックバックを受け取りながら政治資金収支報告書に記載していませんでしたうん 会見では容疑について認めますとし、あえて言うなら私の認識の甘さです。結果としてすべて私の責任ですと、まあ、そのように述べたわけですね。まあまあ、それはまあ、わかります。わかりますが、はい。あ,あ、たったこれか。うんえー、はいで、 あの会見の全面中継文というのもアーカイブでアップはされているんですが、えー、前回、ですね外でのいわゆるぶら下がりのインタビューで頭悪いねと言われた記者がそこに出ていました、まあ、これ、分あの変な言い方ですがこの記者にとしてはあの頭悪いねって言われて頭言われたねって言った,言われた,言った本人に。 悪かったって謝られてっていうのでおそらく地元の地元では有名人になると思いますあの私の先輩で豊田商事事件の時に長野会長が殺された現場にいてで警察の人に「こいつや!」って言うて突き出したというか、まあ、まあみんな周りカメラマンとか記者いっぱいおったんですがそれを言うていった人がおったんですね。はい、この人はもうずっと あの人に紹介される時にはあのトヨタ消事件の時に犯人こいつやって言って警察に突き出した人なんですっていう紹介をされましたし、まあまあ、あま,あまんざらでもなかったというかどうかは分かりませんが本人もあのそれをあの言ったりしてはりましたからうん報道記者としては、まあ、まあ勲章と言っていいかどうかは別ですけど頭悪いねって言われて言った本人が「あのすみませんでした」って言うてやめていきましたっていうのは。 この記者にとってはまあ一生もののネタをもらえたという側面もあるんですけどえその政治資金を記載していなかったということについては認めると認識の甘さですとで頭悪いねと暴言を吐かれた記者が質問しましたその時私に対して頭悪いねと発言議員されましたねとそうしましたらそれをこのええー といするように、ですね本当に深く、まあ、お詫びがあの抜けてるんですが、本当に深く申し上げます、すいませんでしたと、質問を遮るようにして頭を下げました、であそれならいいですと言わずに記者はまあさらに聞くわけですね、どのような意図があってそういう発言をしたんでしょうかと、まあ、まあこれも記者の質問としては分かるんですけど、その時に、もうええやないか、お前。 いやもう,えもう何回も言ってないかもう頭悪いなあって言ったその意図を聞かれてもうーんあなたの頭が悪いと思ったのでとはまあ言わないんで <laughs> 答えようのない質問なんですけど、えー、同じように本当に深く申し上げますすいませんでしたと、えー、申し訳ありませんでした配慮が足りませんでしたすいませんと再び頭を下げました。で 有権者の代表でもある記者への無配慮な言葉とスポニチアネックスは書いております有権者の代表ウィアタックスペイヤーの代表でもあるレプレゼンターティブタックスペイヤーはい無遠慮な言葉記者からはご発言の撤回をと求められると撤回します申し訳ございませんでしたとひら誤りでしたとでまあまあここはその件だけの記事になってるんですけど 本当はまあもっと大事なのはなんで彼が金を集めようとしたとかという話であのまあう考え方とか内面の問題もあるので断定はできないんですけどまあ漏れ伝わるいろんな状況を考えるとそれこそ東大を出て財務省に入ってというような留学も経験しててとていうような代議士が多い中であるいは2世3世が多い中で。 高校を卒業して、県議、働いてて、自分で会社やって、で県議会議員から国会議員になっていって、でまあ、本人もこの,こ,こ,にはこの記事にはありませんが、そんな中で大臣を上回るような集金力を見せることで、それ別に学歴コンプレックスとかって、そういうことで単純化はしたくはないんですけど、自民党の中で、 えー、しかも、田舎ので、まあ、まあ自民党は田舎の出の人は多いですけれども、そこから出てきている人で、えー、そ,そんなにうたって党員の数がいるわけでもないわけですからね、もう有権者の数が違うわけですから、八王子の五島列島とかではね、五、ね、島出身になったと思うんですけどお、金が力なんだと思って一生懸命集めたと、ねまあまあ結果、結果、自分の会社とその関連のところから金を引っ張ってきてるんですけど。 そういうあの同情するかどうかは別として気持ちの問題があって、えーまあ、そんな中で、まあ、国会本会議で寝てはりましたけど <laughs> 寝てるとこも取られてましたけど、えーまあ、やってきた人が、まあ、今回こうやって挙げられてしまいましたと。で「頭悪いね」って言っちゃって。 まあそらそらそこ僕らパクッと食いつきますわね、まあ、メディアはねで国民も怒りますわで記事、まあ、になってるので言うとこの程度なんですけどちょっと実は会見を聞いておりますともっと踏み込んだところまで、えー、谷川さんは言ってましてまあこれを今からお聞きいただくのを聞いていやじゃあおじいちゃんいじめられてるからかわいそうやな とは思わないんですけど、えー、記者会見の一つのやり方というか、まあ、こういう問題はあるわなということをお知らせしたい、まあ、逆に言うともっと早くちゃんと謝ってたらこんなことを言わなくて進んだのかなと思う谷川さんの、まあ、逆切れといば逆切れなんですが聞いてください。 ですから私が悪いって言ってるじゃないですか、悪いですって、ごめんなさいって言って、やめてきたんですから、それで理解してくださいって言ってるじゃないですか。やめればすべていいっていうのは、国民やっぱり納得しないんじゃないですか、やっぱりそこに対して説明責任は,はい、分かりました、分かりました、私が悪いんです。まあ、これ以上言うんだったら死ぬしかないね、死ぬしかないね、責任取れるんだったら、これ以上。 あんたが言ううななら、もう帰って死ぬしかないよ。それぐらい悪いんです、私は悪い。死に値するぐらい悪いと言ってるんです。それで、祝福ならあなたを好きなようにしたらいいのって、石を投げようがどうしようが私が悪いと、やめてきて、これ以上責任取れずにも死ぬ以外の方法はないんですよ。悪いです。本当にけしからんじゃん、この男は。私のこと、けしからん。 だからそれから先はあんたの判断でいいって言ってるじゃないの？俺が自,自分の言葉で語るのが政治家だっていう,う。いいじゃん自分の言葉で語ってるじゃないですか。俺が悪いんだって言ってるじゃないですか。何回も何回もすいませんって頭の下げ方が足りないって言ってるんですか。どんな言ってるの？いやすべて俺が悪いっとち言ってるんだからいいじゃないのというよは。<laughs> はいあのー。<laughs> あまあ、これ聞くとですね、いや、あの、頭悪いんじゃないかと言われた記者が悪いとは言いませんけど、あの結局、まあ、何を言わせたいで、まあまあ、あの <laughs> 謝罪って何かねと思いますね、謝罪してる、謝罪はまあ、してるっちゃしてますけど、してないですよね。 え谷川さん、あの <laughs> まあまあ面白、おもしいっちゃ面白いですよね、こんな、こんな、ああ、おいキャラクターが、やっぱり全国に控えとるんですな、自民党ってね、やっぱりね、面白いですね。まあ、ある意味、ある意味、大事なんかもしれませんね。 あまだあのパターン違いますけどさ、浜子さんしかりですよ、うーん、ねえ、国民っていうのが、それはもう東大、さっきから言ってる東大出て、えー、留学して、財務省入ってっていう、そこから自民党の議員になってっていうような人らばっかりではあかんのかなと、ある意味ね。 うんでまあまあまあ谷川さんそのあの命をね、えー、落とすことはな,ないと思いますしそうなってほしくも全然ないんですけどただまあ,あのもうもうこのモードに入ってしまったらもう本当もうもうそういうしかない,ないですよね。でまあ人間その死に追い込まれるようなうんところのあの ある,ある幅のところにある時に何がきっかけになってそこからポンと行ってしまうかはそれはもう本当わからないですからあの一直線にリニアな関係でどっかまで行ったらそうなるっていうもんでもないとは思うのであの人と接する時っていうのは注意せなあきませんしあの松本人志やから何でも書いていい文春やから何でも書いていいっていう問題では当然ないというその。 うんまあ、国民としての、えー、権利はありますけれどいやいや僕が言うそのやじ馬としてのたしなみとかいう部分はそれぞれ持たないと、まあ、自分にも来ることは当然ありますしほとんどの人はないんですけど石投げる側で一生終わるんですけどしかしまあ投げられている人の痛みを考えると。 まあ谷川さんのやったことが全然あの基本的にいいとは思ってませんがなんかまあ人がこうやって追い込まれていくのを、まあ、ついついちょっとプッと拭いてしまうところももちろんあるんですけど、えーあのー、でまあその「いや,いや言うてるおじいちゃんいじめないでな」というままとか見た目の問題とかね年齢の問題とかねなんかまあいろんなそのキャラの問題とかでねあのその辺のこうスタンダードがこう一本ピチッとこの線とは決まって。 ないところが集団の中でありますやんか、まあ、それはまあちょっと思ったりはするまあだからこそヒカキンのように最初に最初に深くいやそこまで別に謝らんでもいいですよっていうところのポジションにいっとく方が <laughs> まあ有利やなとは思いますよねええー、そこはねえー、そのた多少のた多少のそのまあ1位じゃないとあかん 1>, 1位じゃないとあかんねやっていうようなあのゴルフの結果みたいなもんじゃなくて、まあ、13位でも15位でも,、まあ、もう9位に入ったらもう最高やねぐらいの感覚で考えるとあの先に謝ったら1位にはなれないかもしれないけどまあ予選敗退のところに足切りされるんじゃなくて決勝へは進出できるところのグループにいられるところにいてよしとするならば。 まず謝ってしまうっていうのが今日様々な謝罪を見てきておりますけれどもヒカキンさんは賢いのかなという気はしますね結局,結局谷川さんはまあ自分で自分でそこへ落ちていけはったんですけど最後はそこまで言ったらもう私死ぬしかないですよっていうとこまで 言ってしまうところに、うんまあ、あ,あ,のあ、あってみると、麻生さんがきっとかわいいおじいちゃんであるように、谷川さんもめっちゃかわいげのあるおいちゃんなんやと思いますけどね、まあ、そうでないとこんなに長いこと、自民党の議員もやり続けられてないとは思いますが、はい、一つの,あの謝罪のあり方でございました。 えー、時刻は、9時飛んで3分で分ございます、まあ、このほか謝罪ではございませんが JAXA が、えー、月探査機を着陸させられたんですけれども太陽電池が動かないということからバッテリー12%残して休眠状態にしています。 今東からお日さんが当たってるみたいなんですけど西からお日さんが当たれば太陽電池がそちらの方向を向いているんでひょっとしたら復活するかもしれないただまあもと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 3日間ぐらいでもつ潰れてもええような設計で行ってたんで西から西から上って。 お日様が東へ沈むあの月は一日が24時間ではございませんのでそこまで本体が持つかどうかという問題もあるというお話えー、そしてあこちらこれね謝罪でもないんですけど謝罪でもないんですけどもあの謝罪といや謝罪なんですけどね 私と同業の後輩で非常に優秀な人でございます。日本テレビの藤井アナウンサーという人がいましてで、報道のことをやっている中で、そのバラエティ的な、バラエティ的なあの要素で生き残っていく人とか、まあ、 まあまあ私よりはイケメンですけどもっとまあイケメンの人もまあいる中でそういうビジュアルでっていう人でもなくてあの僕は非常にあの好感度高い男性アナウンサーですうー彼がまあフリーになるわけですねでフリーになってえっと今夕方の「ニュースエブリーをやってるんだけど「0」 うどうさんが辞めはるゼロに行くとでまあ有働さんよりは契約料出演料は安いのかもしれません日テレにとってはそれは嬉しいんでしょうけど、えー、そこへ行くということをあの昨日ですかね、えー、番組の中でお話になっています夕方6時13分でこの中で、まあ、辞めますと、えー、日テレは辞めて ただまあ日本テレビの番の番組に行きますという報告だけ、まあ、そんなことを一社員一社員サラリーマンアナウンサーがわざわざそんなことを担当の代わることなんてあるわけで、えー、そんな体操に言うのはどうかと思ってたんだけどまあ会社とも話がついたんで,で後輩のスタッフがみんなニュースエブリは藤井さんの番組やと思って見てくださってる視聴者の皆さんにちゃんと言ってくださいよというのでこんな 話をしております日本テレビを退社するということを表明いたしました、藤井アナウンサーの謙虚なまあ謝罪でもないんですが、お言葉でございます先日、この番組を卒業することをお伝えしましたが、今日社内の手続きが整いまして、退社を正式にお伝えできるようになりました。 一社員の身の振り方などテレビでお伝えしなくてもいいと断っていたんですが番組の後輩プロデューサーから藤井さんのエブリーを楽しみにしている方もいますのできちんと報告してくださいと言われて今に至りますフリーなんて調子に乗るな羽鳥さんみたいにうまくいくわけないと思われていますが安心してください私もそう思っています個人的には善と多難ですが 冷えた言葉も少し温めて皆さんにお届けするひと手間だけは忘れずに続けようと思います退職の決断などは日テレニュース NNN のサイトでお話ししていますのでお時間のある方はご覧ください私の担当回数も五十回を切っています残り少ない日々なんですが一つ一つのニュースを大切にお届けしますあと二ヶ月と少し そして四月以降のニュースエブリィも、どうぞよろしくお願いします。はい、あの、もう。百点満点の。百点満点のワンショットですよね。バストショットですよね。ウエストショットか。ああ、お見事ですね。<laughs> はい。 短い中で1分今、まあ、1分ですわ1分っていうのはまあそれは1本あたり1つニュース伝えられますからその時間を個人的にっていうふうになことを言ってくる人はいるでしょうしねあの本当なんて言うんですかねえー、ニュースですからまあそれは冷たい言葉が出てくるわけですけどそこを温めるひと手間を忘れないようにと。 あのいい言葉を教えてもらいました藤井さんありがとうございます年、えー、はもう一回り以上下なんだと思いますけれどでまあ僕は局アナの立場でもないですしう叩けば誇りの出る体ではありますけれど、まあ、それをいちいちねこうまたあのわざわざあ引っ張ってこようとするような書き込みの質問をいますがね。えー そういうい冷やしたり人を嫌な思いにさせたり人のテンション下げたりするような方向じゃなくってえ聞いててつらいえ喋る方もつらいことをどうひと手間かけたらよりほっこり思ってもらえるかっていうまあそれを見てる素人さんに言ったってしゃあないんでまあ削除するだけなんですけど。 あの送り手の側としてね、こういうことをやってはる藤井さん、やってきた藤井さん、で、あの羽鳥さんのようになれると思,思ってるのか、お前、安心してください、私も、私もっていうところ、これはもう安心してください、履いてますから、もうにも引っかかってんのか、どうなのか知りませんけど、素晴らしい、素晴らしいですよね、本当に、いやー、 れのあっぱれもうあっぱれもうあの超あっぱれ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 あもうこここでここにやりましょうかもうあの勝つとかあっぱれとかあーお見事でございましたあの昨日から今日にかけていろんな人のあのコメントを見てきたんですけど聞いてきたんですけどこれができたらね萩生田さんも世耕さんも岸田さんも麻生さんも うんあの自民党どうですか、もう、あのもうあのニュースゼロはもう、また誰か代わりきっとやる人いるでしょうから、あの藤井君をあの候補にしませんか、これはなかなかやりますよ、そらねえ。 あのハセン君とか、もいろ、まあ、僕、じっしりもせんのに、まあ、後輩やから君づくしてますが、いろんなアナウンサーが、男のアナウンサーが、こんな曲におったらしゃあないなと思って、どんどんやめていってますけども、あのー、どうですかね、これはなかなか、うん、あっぱれですなはい。私も、えぇ、ー、さまざまなことを、そうですね、藤井さんのように爽やかに、 こう温めてお伝えすることはできませんのでそこにえさ、ー、と七味をかけましてピリッとさせて本質をお伝えしていければなと思いますけれどもね、うん、えー、2つこれまでお伝えしていたことと中身が変わっていくというお話でございます9時11分。 新千歳空港で先日大韓航空の飛行機がプッシュバック車にバックさせてもらっている時に隣におりましたキャセイ航空の飛行機の尾翼に、えー、左主翼の先端が当たってしまったという事故についてお伝えいたしましたで当初から、まあ、スリップというふうに言われておりましたなんでスリップしたら 牽引者がスリップしたらぶつかるのかがよく分かっておりませんでした違和感あったんですが違和感があるということをきっちりお話しできていませんでした後出しじゃんけんなんですけど後出しじゃんけんなんですがおかしいなと思ってたんですえー、分かりましたスリップではなありませんでしたトーイングカーっていうのが、まあ、飛行機ありますあの前輪の下のところに 平べっちゃいやつがあります車をくっつけますであの、えー、無線と有線でやり取りをしています周りに人間もいますでプッシュバックアプローブだねでリクエストプッシュバックでプッシュバックアプローブって完成とあのからグラウンドコントロールから言われてでプッシュバックしますでまあこんなふうにこう曲がっていくわけですねでまあこれは曲がっていくのは えと牽引者の側というよりはあの大韓航空のパイロットが足で操作する前輪を、えー、やってるんですけど、まあ、まあ雪降っててその表示が見えにくいということはあったんでしょうけどカーブ切るのが早すぎたらしいです <laughs>、えー、だからあの車でいうと縁石に乗り上げたりとか、うん、はい。 左にカーブしようと思ったら交差点のところのあのとこにガーンと乗り上げていやいや曲がるの早すぎるかなっていうようなそんなんでぶつかったらしいですスリップでも何でもなかったっていういやおかしいなと思ってたら案、まあの定そうでしたあの時におかしいなってうも言えてたらよかったんですけどもはい。 あの自分の中ではおかしいなとは思ってたんですがすみません、後出しじゃんけんです、えー、ですからスリップではありませんでした、えー、スリップさんにおかれましてはスリップのせいにされるという,う誹謗中傷も受けたかもしれません、えー、新千歳空港のスリップさん えー、大変申しし訳ございませんでしたここに深くお詫びしてスリップの問題ではなくハンドルハンドまあハンドルじゃないんですけどねあの足でやるんですけどだからまあ牽引者のが当員会の方の問題なのか、まあ、おそらくあの大韓航空のパイロットの問題だと思うんですけど <laughs> と思いますがえー カーブを切るタイミングが早すぎたということだったのでスリップさんには何の責任もなかったということですのでここでお詫びして訂正をさせていただきますスリップさん大変申し訳ございませんでした、えー、続きまして、えー、大阪万博でございますまあちょっと前に出てたんで僕は取り上げられてなかったということのお詫びもあるんですけど えーとーお弁当持ち込み禁止という話がございましたでしょで、それはなぁといやな、中で、中に高いテナント料を出して、入っているレストランとかコンビニで物を買えよと、あそれはまあ分かります、分かりますし、えー、持ち込み禁止のコンサートもありますからね。えー、そら、あのー ポップコーンは500円も700円もするやつを映画館の入り口で買わへんかったらあかんというのも分かります分かりますけどもまあどうなんかなとで万博協会の副会長でもある吉村さんがいやーまあパっぱンお弁当持っていきたいですよねっていうふうに言ってたんでその辺の根回しとか、まあ、万博協会がいかにちゃんと意思疎通できてないかっていうことが、まあ、いろんなところに出てくるわけですけど。 えー、今月12日万博協会は食品全般酒類瓶缶持ち込み原則禁止という規約を公表いたしました会場手荷物検査を強化した兼ね合いで食品などが持ち込まれた場合検査に時間がかかるあるいは食中毒わかったわかりましたよ女んなお前なんても絶対中で食わしたもんで食中毒出せへんねんなってまあまあ思ってしまいますわね えー、で、吉村さんなんかは、まあなーってまあ言うてました、はい。1週間経ってコロっと変わりました。白紙に戻すということです。こんなに簡単に変わるもんなんですかね。まあ、そら派閥の解消を検討すると言ったら、もう一晩経ったら解散って言うんですからね。日本はさすがに早い。間違ってると思ったらすぐに訂正する。いいですね。それならば中止延期 早く決めたらどうですかいや、それ,はそれはまた別の話ですか。うん。いや、岸田さん、言い出すかもしれませんよ。ひょっとして、岸田さんが、もう、派閥解消って言っても、支持率上がれへんかったでしょ、ほとんど。ちょっとまあ、FNN は5%上がってましたけど、それでも、その20何のところからの5%で、まあ、多いと言えば多いですけど、 そんなな劇的に40にやまでで上がったわけじゃないでしょうだからまあ多分派閥の岸田派の解消を言い出さなかったらもっと下がってたんでしょう20%か15%になったり多分してたんでしょうからそういう意味では底上げ効果はあったんでしょうけど思ったほどは上がってなかったという焦りがきっと木原影の,影の総理にはあると思いますからこうなったらもう。 万博を中止はさすがに言えないから、延期でいきましょうと、さすが、さすが岸田さん、能登半島のことを考えて、国民のことを考えて政治はやっているんだと、こうもう総理、これしかないですよと、最後に、9月の総裁選挙までに今できることはこれですよと言って、頭越しに、いや、聞いてないですって、いや当たり前だ、お前、まあ麻、麻生さんにも言わずに。 派閥の解散を言ってる岸田さんが、吉村、お前、横山、お前らごときにいちいち電話かけて、万博を延期するぞなんて言わへん、だってそのためにお前、維新がやってるっていうことじゃなくて、国がやってるって言って、散々言ってきたやんかと、お前らはやってくださいって言うてきたけども、万博は国のもんなんだよ、お前、何言ってんだ、お前地方自治体の首長クラスが、何言ってんだって言って、延期しますって言い出す。 かも知らんけど言っときますけど私自慢じゃないですけど何の取材もしてませんからね何の取材もしてませんから取材せんといろんなものを読んでこうかなと思うことを知らんけどって言いながら言ってるだけですからもしこれが当たってたとしたら新聞記者や放送記者いっぱい出しているところお前ら何やっとんねんっていう話ですよねうんでまあそんななかったらやっぱりちごたねっていう いうことこですけどね <laughs> あんな裕言うたけどやっぱり違いましたねということですけども、まあ、少なくともお弁当持ち込みについては認めるようになるそうです認めるようと今してるそうです。 X 線検査のどうのこうのうんぬんかんぬんだそうでありましてそんなことぐらいはまあ分かっとるやろうと思うんですけどね手荷物検査のやり方をもう一回精査したところまあ持ち込むんでも大丈夫なんかないう話になりましてねみたいなことがそうでございます食品で持ち込みかとなるのはまあもともとベビーフードとかは OK だったんですけど 家から持ってきた弁当を広げて万博で食べたいというのは当然ありますわな参加者の気持ちになって対応を考えてもらいたいですわなというふうに吉村さんは言ってはりましたはい、えー、これがここまでの言ってたことと違ってたことですねはいそんなとこかなうん最後に、まあ、今日も長くなって、えー、本日も長くなっていることを心から慎んでお詫び申し上げますあと一つ 話題をお伝えしてもよろしいでしょうかごめんなさいあの今日の天聖人語なんですけどね、えーえー、今日の天聖人語なんですけど、あのー、4夜連続の正月特番ドラマが記録的な視聴率を稼いだ、日本的に言えばそんな状況であろうかと。えー、イギリス BBC ではなく民放 IPV の。 ミスター・ベイツ・アンド・ポスト・オフィス年明け早々、えー、政治を動かすほどの反響を呼んでいると、まあ、ちらっとだけお伝えしなんで新聞にも書いてあるんでご存知の方もいらっしゃるかと思いますが富士通富士通のシステムがイギリスでたくさんの冤罪を読んで,でそのことを苦にして自ら命を絶った人がいたりとか どういうことかというと、富士通が導入しました会計システムで、システム上の残高が実際にある現金よりも多く表示されると、金庫には100万円しか入っていないのに、システム上は150万入っていると、50万どないしたんやと、計算上150って書いてあるじゃないかと、郵便局長、お前がの取ったんか、いや、窓口のお前が取ったんか、そんな話になりますわな。だってシステム上画面には、 150万って書いてあるんですから、なんでって元に100万しかないねんっていう話になりますわな。ひょっとしたら、自民党もそういう不実を使ってたんですかまあまあまあ、それはまあ置いといて。で、実は窃盗や詐欺などの罪で700人以上の郵便局長が訴追されております。そらだってもうそんなまあ個別のことやとや思われ かもしれませんがもうシステム上そもそもにそういうバグがあったわけですからこのドラマの主人公システムの欠陥に気づいた元郵便局長正義と保障を求め集団訴訟の先頭に立って勝利しました局長らは個別に問題があるのはあなただけだと伝えられ みんんな自分の落ち度だと思い込んでい込でましたこれは郵便局の側が優勢の行政の側が悪いんでしょうかそれとも富士通がそのように持っていっていたのでしょうかこれ富士通という会社のまあ例えばトヨタでいうともうとんでもないリコールを隠していたシステム上の欠陥を隠してたみたいなそんなことですから世界中でやるビジネスのもう 本当にに信用のの根幹の部分になるというもう多分富士通はもう今戦々恐々としているはずですが、まあ、イギリスで報じられて話題になってますが日本でもまあ報じられてはいるもののそんなにあの富士通って言うてジャニーズ言うて吉本言うて叩かれてるほど意思投げられてないわけですけど今回の「 放映後郵便当局の元トップから大英帝国勲章を剥奪するよう求めて100万人以上が署名をしております保障の遅れなどへの批判も高まりスナック首相が有罪判決の破棄と保障の迅速化を急ぐと約束する事態になっております実はこの事件について何年も前から地元メディアが報じてきました調査報道の本も出ておりますしかし世間の関心は薄かった 脚本家ヒットの理由優れた俳優陣でテーマも時期も良かったと話していますここ数年コロナ禍や物価高で不安や不満が高まっています社会正義を訴えたドラマへの共感はよくわかりますデジタル化へ突き進む中で自信を失い孤立する怖さは一言事ではないと書いてありますが朝日新聞さん天聖人保さん天聖人保さん業務連絡業務連絡天聖人保さん木原事件なんでやれへんのですか はいですね、いやこれはこれで不実の,の問題、大問題ですし、日本にも影響する問題なんで、これはやらなあかん話です。で、しかしこれが、えー、BBC がスクープしたとか、まあ、みんな、ね、とりあえずみんな BBC、BBC って言い張りますが、琵琶湖放送がもうど隣にしようかと思ってあると思うんですけど、琵琶湖放送も BBC なんで、そんな BBC に頼ってばっかりはいられません。ITV ががや,やりましたが えー、だからこう大きな問題になったんですが、ちょっと待ってください、地元メディアが言ってましたということですね、大阪日日新聞、ああ、なくなってしまいましたけど、はい、え画はさは、所詮見に込みでしょう、いや赤旗が書いてることやから、そんなほうなこと、世の中いっぱいありますよね。 今回の政治資金のことも赤旗がやりました、おととしの暮れにやりました。神明さんたちが、大学の先生らが一生懸命調べて告発をしました。しかし、朝日新聞も毎日新聞も大きく取り上げておりませんでした。だって政治家と一緒にきっとご飯食べてたんでしょうから、お酒飲ましてもらってたんでしょうから、はい、それは書かないですよね。はい、官邸の、はい、鬼原記者、どうですか、木原記者、どうですか。えー、佐藤誠さんが、 「あ週刊文春」に告発して記者会見したときあんだけ批判してはりましたよねやらないですかね木原事件について YouTuber たちはずっとやってますやってますよやってますねはいどっかのテレビ局やりませんかテレビ東京はちょっとテレビ東京は頑張ってありますけどちょっとまあドラマまでは無理かということは Netflix <Netflix> うんやってくれませんかねあの、通行人役ぐらいはさせていただきますけどね、ちょっと通行人でこんな1人でかいのおると目立ってしまいますかね、まあ、どんなふうになっていくか分かりません、まあ、今、事件の本筋のこととしては、警察から検察へ書類が送られて、まあ、それを検察がどう判断するかというところになっておりますが、今週、また、 公開の日時ははっきりと決まっておりませんが1月16日に安田種夫さんのお母さんとお姉さんに来ていただいてまあ来ていただいてっていうかこれはまああの正確に言うためにちょっとあの上から目線になるかもしれませんけど安田さんのご家族の方から「コモさん大阪行くんで」 おてくださいって言われたんですねいやこれは別にあの自分を大きく見せようとか、まあ、大きく見せなくても体大きいんであの事実関係だけ申し上げますがあの配信するんですけど「小保さんに会いに行きたいんです」って「母会いたい」って言ってるんですって「この日いかがですか?」っていうかわ分かりました僕夕方からちょっと用あるんだけどそこまで時間あの取りますんで」って言ってで朝刊、まあ、チェックやってる間に来てくれはってで。 またやってるから、後ろのカルガモっていう喫茶店があるんで、カルガモで待っててくださいね、た2階の、今上から見てます、言うて、待っててくださって、で、終わって、後処理して、で、上がっていって、で、お話しして、コーヒー飲んで,で、そこからまあスタジオ1回行きましょうか、言うて、スタジオ来てもらって、お昼ご飯は一緒に食べようと思ってたんで、え、話してたら、あの、ここで、いわゆるインタビューというか、 対談というか、それを収録する気持ちもありますって言われたんで、取りましょうかということになりましたあの。取材をさせてください、インタビューさせてくださいって言って、行って撮ったんではないんです。それはまあ、あのこれまでの安田さんのご家族との僕との関係性と、僕がジャーナリストでも何でもないという立場で YouTube をやっているというところから、こちらから、 それをあの報じて報じるべきだと思ってっていうようなことではなくて、まあ、そういう会いたいですって言って大手、まあ、本当にもう泣きながらもうあの手にられて抱きつかお母さんにですよ抱きつかれてお話をさせてもらったんですけどでそのあとお話し,しましょうっていうので1時間ほどの対談をとってますでこれはあのえー、っと 新聞やテレビが取り上げるような木原事件の,そのメディアとして取り上げる事件性の部分の話とは違いますあるいはユーチューバーがそれぞれいろいろマウントを取り合ったりとかなんかしてやっているところのことでもありませんえー、とああ言われたこう言われた僕はさ,さっきの話前段の話もあの その自分がマウント取りたいからっていうことではなくて事実としてお話をさせてもらっててその話の流れの中であの小野さんとここで話をしてそれをあの公開していいですっていう話になったんでじゃあ取りましょうというので聞いた話なので僕の関心と僕の気持ちを伝えながらご家族の話を聞いたので。 いやそんな話で聞きたいんじゃないねんっていう声があるのかもしれませんがまあそれはもう聞きたければあんたが勝手にやってくださいっていう話なんで僕は僕と安田さんのところのご家族との関係性の中でまあ気も使いながらでもやっぱり中さんとこと思ってたんですけどやっぱりもう最終的に。 いいっっぱい泣かしちゃったんですよ僕は女を泣かしちゃったんですよ。安田さんのお母さんもお姉さんも泣かしちゃったんですよ。もう女を泣かすひどい男ですが僕はあの。そういう話にならんとこうとは思ってたんですけど、まあ、いっぱい泣いたり笑ったりしながら、えー、話を聞いたんですね。そのことにつきまして、えー、今週後半になりますけれども、皆さんに。えー 見ていただく機会を作ります、まあ、その前後に、えー、他の方の記事とかそういったものも出てまいりますので、えー、別に連れ戻てイコラという話ではないんですけど、まあ、タイミングがちょうどそのタイミングになるということですので、うん、それはまあある意味まあ何て言うかな楽しみにお待ちくださいっていうのもまあ変なんですけど多分あの予想の週刊誌とかいろんな YouTube で出てきている まあその、えー、お母さんたちの話をネタにああだこうだという話が出てるのは僕も全部ではないですが見聞きしてますけどあの違う観点で僕なりに、えー、ご家族のお話を伺っております、えー、そこはまあ見ていただいたら多分安田事件に対する見方とかがちょっと違うかなと。 あの本線のことはもうあのお任せしてますんで西脇さんとか勝部さんとかそっちの本職の方にお任せしておりますんで私はもうそれを見るだけの方なんで見る側の見る側がまあたまたま縁があってえ来ていただいてうんご雲さんとやったらお話ししますって言ってくださったことを皆さんにもえ聞いていただきます以上です本日もマイティーマン提供 ありがとうございます。ぜひ、スロバキアワインを皆さん召し上がってください。IAC トラベルが主催いたします。コモさんと行く大人の修学旅行。今度は、えー、3月でございます。現地集合、現地解散というのもございます。えー、10時から電話の受付050-20183210日立、不思議発見の旅。ぜひご参加くださいませ。では、また明日、インジャンでございます。えっ、ー、と、コモさんとクラシック音楽デートは、 予定を変更いたしまして本日までと締め切りとさせていただきますのでどうぞてんこもりショップからご応募くださいませ、えー、明日には当選者を発表をさせていただきますでは参ります、えー、とこのナレーション行って参りますまた明日いいんじゃん後出しじゃんけんぐーでは行って参ります